こんにちは。今日は10月の29日です。昨日はね、郡山のね、市民バンドっつうのかな、よ大変お世話になりました。いろいろステージ荒らしちゃってごめんね。そうなの、あの私ね、ステージ荒らし場なのね。本当にわかんねえなら自然とそうなっちゃうんだよね。ごめんね、本当に、ね、注意します。でもあそこのバンドのね、あのバンドの良さは、はっきり言います、アンサンブルを目指してますね。アンサンブルだから派手な音はいらない。そこのところはよく理解してますからね。そこのところはよくビッグバンドだけども、あのカーッとこうは来ないからね。でもさ、一番きついのリード吹けっつうからリード吹いたんだけどさ、欲しいね、うん、私でさ引っ張ってってあげるから、あのノリでトゥン、トゥン、ね、それは。全部タイを取ったの。あのね、2ビートの吹くポイント、タイを全部取りますよ、取っ払ってね。違うよね。
ビットってね、だからやなんだろうツービットな。あのね、ツービットは究極だからね、これね。昔の人みんなやってたんだからね。究極の空間。この空間。ピカソ、ダリーの世界だよ。うん。ピカソとかダリーとかさ、ね、非現実的なこの空間。これ吹きこなしたらね、ツービットを吹きこなしたら大したもんだよ。その人。できないから、今の若い人は。だって、頭の中が今の若い人は16ビットになってっから、8ビット16ビットだったから、このね、ツイビットはね、バルキリ逆なのね。やればできるの。何あのね、ノーベル賞受賞者もね、有名な大学の先生も最初はね、小学生から始まったんですよ。わかりました？どんな有名な方ね、総理大臣もノーベル賞もね、有名な大学教授もお医者さんも全部最初は小学生からね、まあ幼稚園も行った人もいるけども、とりあえず小学生でしょ、みんな初心者だから、私もそのつもりであります。iPad Pro 12.9 インチ、もうこれ初期設定しちゃった。ほんと使う、そんで新型 iPad 買わない、あの来年 5G がね、 5G 通信網のモデルが入ってから買う、みんなそういう考えですよ多分。雪入れもいいんだけどね、 5G の通信網が入ってから。やっぱ iPad Pro いいね。スピードがすごい。iOS に良くなったね。ほんと。
スピードが超スピード。うん、これ最高。これ新品ですよ、新品。修理出したら新品来たの。ほんと綺麗だ。私幸せ。ほらほら、こんなに考えてんだもん。やっぱしいいね。iPad はいいわ。私、綺麗だ。画像がものすごい。マネフォワードもバッチリ。ほら、Apple のいいところは、ちゃんとバックアップ自動でやってくれるからだよ。iCloud で全部全自動だから。ね。